中共は現在、一連の公安の法執行分野における交流やトレーニング、設備を通じて外国政府に浸透し、独裁政権というイデオロギーを世界規模で輸出して、民主主義を破壊しつつあります。大紀元コラムニストのアントニオ・グラチェフォ氏は、中共は今、警察トレーニングと法執行分野での交流といった名目で、民衆監視手段を海外に輸出していると指摘しています。 アフリカでは、ファーウェイのセキュリティ技術が、反体制派を監視する手段として使用され、民主主義が破壊されています。南米エクアドル政府は、2011年に石油と引き換えに中共から借款を取り付けると、それを元手に中共が設計した監視システムを国内全域に設置しました。リベリアは2014年に中共と共に警察トレーニング交流を実施しています。 中国の三島警察学院は、アフリカの法執行委員とともに毎年1回のトレーニングクラスを開催しています。雲南省の警官学院は、中国東名法執行学院を設置して、東南アジア諸国の法執行委員にトレーニングと教育を無償提供しています。現時点ですでに18カ国で中国製の情報監視システムが使用されており、 36カ国が中共の世論誘導監視トレーニングを受け入れています。ビデオ監視以外にも、これらのシステムはセキュリティスタッフによる携帯端末の追跡をサポートすることもでき、一部システムには顔識別機能が追加されています。評論家は、中共が世界に設置している、いわゆる安全提携が、これらの地域の民主主義を破壊して、民主監視の手段を海外に展開しているため、各国に注意を促し、 この件を重視するよう働きかけるべきだと考えています NTT ジャパンがお伝えしました